はいどうも、キスケです。今回ですね、ライバルズ実況を始めていくんですけども、使っていくデッキはククールになります。デッキの中身がこちら。いや、バロンククールですよ。はい、いや今ね、本当にね、バロンククール割と強いなと本気で思っていて、まあ最終のね、竜王に、タンバリンリーサルもあるし、まあ、バロンナイトによる、まあ、盤面にバフかけて、まあ、取られづらいスタッツをまあ相手に押し付けて勝つプランもあるし、結構ね非常に、可能性のあるデッキなんじゃないかなと思ってます。はい、天使の守りはですね、そのロマンとかではなくて普通に強いです。うん、別にロマンではない。はい、例えば竹林に天使の守りをかけてあげるだけで、アグロ対策になるし、竜王にかければもう立派なリーサル手段になるし、バロンナイトとか何にかけても、まあ、結構強いです。何にかけてもは言い過ぎだけど、うん、まあ盤面取るために非常に、優秀なカードになってるので、こちらはもう2枚積んでます。はい、それではですね、こちらでランクマッチ回っていくんですけども、よろしければですね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。動画の方最後まで見てってください。それではランクマッチいきましょう。いつでもいいぜ。はい、それでは対戦やっていきましょう。お相手ピサロですね。さあ、ピサロ相手にはやっぱりテンポよくですね、まあ、盤面を広げて戦っていきたいかなっていう感じなんですよね。うん、さあ私のターン、まあ、テンションアップで終わりましょうか。これね、メガザルロック持ってるんで、ボーンバットね、まあ、回復と合わせずに使っちゃっていいような気がしないでもないんだよな。うん、まあただやめとくかまあただやめとくか。ちょっとね、 BGM ある、これBGM ある。はぐれメタル来てくれたんで、これボーンバット出さずに行きましょう。はい、今 BGM 鳴ってます？鳴ってないよね多分。よくあるな、なんやろな、相手の名前がなんだこれ縦に一本は線があるだけなんだけど、面白いな。まあはぐれメタルで次のターン取ってって感じになるかな。いや、ボーンバット出して、テンション上げ回復っていう動きでいきましょうかね、これは。うん、そっちの方が強いんじゃないかなと思います。はい、ボーンバットテンションアップ癒しの波動と3-4状態で残しておけば結構相手は苦しいんじゃないかなと、そう思いたいですね。そう思いたい。まあ相手盤面使って取ってくるか、はぐれメタルを走らして、まあ1体ユニットを残してくるか。あ、2体か、はぐれメタル残るもんね。さあ処理、メラゴか、メラゴか、はぐれメタル、イエローシックルで、なんだよ、メラゴーストあんのかよメラゴーストあんのかよ。おお、 BGM 戻りましたね。メラゴーストって出た瞬間に俺のターンババババ言うてなりましたね。さあこれ難しいな、テンポがすごい取られてるんだよな。イエローシックルテンションアップターン終了。何にするかな。ちょっと序盤テンポすごい悪いっすね。序盤テンポがすごい悪い。うわー、うーん、まあそうですね、まあ右かなこれは。うん、さあ行こうか、行こうか、まあ右ですね、まあ右。マミでイエローシックルとついてターンしようかな。イエローシックルにサイレス使ってくんのか。私のターンだ。あなたのターン、どうすっかね。5ターン目、マミおめえもマミかよ。いやー HP なくなっちゃうってHP
HP なくなってまって、そんなにどつかれとったら、うん、さあやめていただきたい。どうするかな。やめてほしいな。あ、ごめんだ。状況そうだな。ニコスユニットが死んでないのでメガザルロックがちょっとねややこしい話になっちゃうんですよね。うん、なのでこれ、天使の守りマミーで、はい、テンションアップターン終了。はこうします。無だ、全てを無に、全てを無に。まあバロンナイトにつなげたいっていうのがありますね。さあマルティナ、負けられない、絶対。すごいな、相手しっかりとねコスト分のユニットをちゃんと一旦一旦出してますね。いやらしいな。状況このマミー無視か。いやーきついなー。え、の殴るの顔と。いやきついぞこれ。さあ行こうか。めちゃめちゃきつい。竹林か。ザルロックエビル竹林ん、エビル竹林と除去。これで終わりよ。強さ、まあシックルの前に行ってるのがちょっと痛いですね。何にするかな、何にするかな。え、きついぞ、めちゃめちゃきついな。めちゃめちゃきついですね。まあライノスキングとか出ちゃうと本当にパワー負けしちゃいますね。ここさあ殴っていく、殴らない、殴らない、殴るよね。殴るとこれイエローシックルが確実に蘇ってきますね。さあ何を悩んでる。どっちにしろ突破しないといけない壁なんだ。越えていけ。何相手を応援してんだよ、勝ちたいんだよ俺。 HP の差がひどいな。この一手重いっすね。重いな、なかなか難しい盤面なのかな。うん、そうですね。さあそっちを除去、殴る殴る、除去、そしてうん飛び出していくね。イエローシックル、イエローシックル。うわ棒待ってたな。お前かーい。ライノスキングマジきついな。ライノスキングがマジはきつい。うーん、バロンナイト出す意味特にないと思うので、これはまあデッキ回していくしかないな。ベホマ、ベホマ、ジャガメ、アンルシア、ジャガメか。まあジャガメ行きましょうか。ジャガメし、でまあ除去しましょう。うん、きついっすね。私のターンだ。非常にきつい。相手クモツ打ってないのにこのきつさ、これはちょっとまずいんじゃない。アンルシアを引っ張ってこれたのでゾーマが来てもまあまずまずといったところでしょうかね。さあイエローシックル、どうする。ターン終了と行こうか。そしたら竜王、うーん、
指導で返すのが一番丸そうかな。これはあと5点なんでね、ちょっと怖いんですよね。さすがに怖いな。指導で返してそこから作り上げていきましょうか。それしかない。まあ次のターン相手シンからの方打てないので無だ。全てを無に。まあ、バロンナイトボーンバットを、殴って癒しの波動っていうのもあったんですけども、それだとね44が残っちゃうんですよね。攻撃力4が2体残っちゃうのでちょっとね怖かった。さあどうするか。ドルマゲス、うわ珍しい。おい修道院で見た顔ですね。この杖の力ご覧に入れましょう。珍しいな。懐かしい、懐かしいのを見れた。さあイーブルフライ、そうですね、まあ小突いてみるか一回。今外れていくと、外れていく。ただね、アンルシアはさすがに切れないですね。さすがに切れないので、ここは、イーブルフライ、これはちょっと当ててほしいな。当ててほしいな、頼むよ。よしよしよし。で、まあバロンナイト展開してターン終了かな。バロンナイトグンと、何にするかな。さあバロンナイトが残ってくれれば嬉しいんですけど、指導で返すか。この盤面指導来てもね、アンルシアはちょっとさすがに切れないですね。まあ相手指導で返せる盤面なんでね。さあアンルシア切るか。おっとアンルシア、そっちに切っていく。私も一緒に戦います。なるほど、これでも食らいなさい。バロンナイトに切っていく。ただバロンナイトの効果は永続的なのでまず問題ないでしょう。さあ指導をぶち破っていく。そして骸骨で突破。バロンナイトがいいな。うわこの一点重いな。重いぞ。腐らないと出してほしいな。進化の秘宝なければよし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 、ワンチャンあるね。我が血族まだ3点回復残ってるので耐えましょう。行こうか行こうか。おっとザキか。ザキあるならこれアンルシア切りましょうか。はい、アンルシア、ザキがあるのでアンルシア切ります。傷つけさせない、傷つけさせない。これでも食らいなさい、食らいなさい。せやっ、まあ、これ突破、突破して、そうですね、ボーンバット、テンションアップ、回復を挟んでいきましょう。はい癒しの波動、いや耐えよう。癒しの波動、まだ舞える、まだ舞える。無だ。ザキがある、これはでかいね。ザキがあるのは本当に。さあまあそれほど弱い盤面でもないですね。ボーンバットが 3-4 に残ってるし、イーブルフライの 3-4 もある。アンルシアが 6-5 なんでね、まだ分かんないんじゃないか。いや1試合目からなんだこの熱い試合は。さあカードを握っている。指導も効かないアンルシア。闇への供物、何を探しに行きたい。指導か、指
道を探しに行くのか。骸骨当たってね、アンルシアが5-4にされちゃうと指導が強烈に刺さっていくんですが、どうでしょうか。ちょっとね、それは避けていきたいね。お、この一手そこを突破していく。おお、なるほど。そして骸骨、いや指導頼むよ、頼むよ。アンルシア以外、アンルシア以外、アンルシア、おーい、お前それはダメだろう。あ、ゾーマ、あーよかった。お前ほんとに一番ダメなとこに当たった、ちょっと俺の手が回んね。一番いけんところに当たっちまったじゃねえかよ。さあテンションアップ、顔詰めに行こう。まあたたり入ってるかもしれないから、いやたたり入ってるならバロン殴んなくていいんだ。バロンを残す感じでいきましょう。まあここ指導で返されちゃうときついね。おっ、軽いな思わず軽っつってしまったけど、なんだこのデッキ。竜騎兵、あー結構強い、結構強い。ただこれは竜王が安全に着地できそうかな。竜騎兵以外はちょっと取っちゃいましょう。どっちにしろ指導1枚で返されちゃうんで、まあ竜王をセンターに、センター後列に置いてバロンナイトで5-5にして、まあ竜王ケア、まあ割れちゃっても別に問題はないけど、タンバリンとか引ければね激アツな展開になるんですけど、どうでしょうか。さあ悩んでいく。メラゴースト、バロンナイトに、バロンナイトに、この一手指導持ってるな。行こうか、ガーチャ竜王、竜王ガチャごっこ守ります。はい、で処理します、処理する。まあここ処理した理由としたら、まあメラゴーストを当たってバロンナイトも取られるっていうのがちょっと嫌だったので、まあ指導ケアのためにまあガチャごっこは出して、まあバロンナイトと竜王を生き残らせていこうっていう感じですかね。オーレン、アンルシアを飛ばしていく。ごめんなさい、あとは頼みます。さあ分かんなくなってきたよこれなん、うおお、マジそれ、いやマジか、いやもちろんつけるでしょう。天使の守り、天使の守り、じゃあこれ突破しようか。突破、進化の秘宝、進化の秘宝あるかな。指導で飛ばされても、まあ、リーサルはないし、進化の秘宝があったとしても、まあ、リーサルはないね。うん、じゃあこれ顔いくか。顔、はい、無だ。いやータンバリン欲しい。ただ相手サイレス持ってんだよな。突破、ユニット出されないとちょっとね竜王が厳しくなってくるな。何が出てくる、なんだ。いやすげえ熱い試合、熱い、寒いけど実際は。さあ9ターン目の動き、指導はもちろん出せない。進化の秘宝で回復積んで顔に行くのが一番相手からしたら無難か。うん、こっちがユニットを引けなくてウォール張れなければその時点できついので、いや秘宝がちょっと辛いなやっぱり。
うん、進化の秘宝がきつい。この一体重いね。重いぜ。行こうか。いや、相手ユニット出てねえもんな。相手のユニット出てねえもんな。癒しの波動。なんだろう。いや、ただ見えた。私のターンだ。リーサルは見えた。いや、相手ユニット出さねえからな。きついな。進化の秘宝とかでもちょっときついよね。うん。こっちがユニット引かなければ。いや、さっきのターン進化の秘宝を積まれていると負けてましたね。さあ、進化の秘宝は引けない。ピサロナイトを展開していく。テンションアップ。なんだ、勘言。おい、なんで。あ、よし、上等だ。やってやろうじゃねえか。よし、これがいわゆるですね、ガチタンバリン竜王っていうやつですね。はい、ありがとうございます。さあ、竜王飛び出していく。ここでさあ、ククールが高らかに踊っていくんですね。タンバリン発動させましょう。行ってください、どうぞ。タンバリンなんですね。それ、はい、タンバリン、ガチタンバリン、対戦ありがとうございました。いや、いい勝負だったわ。勝っても負けても、まあ、楽しかった試合なのかなと思いますね。はい、この勝負、はい、それでは対戦やっていきましょう。相手テリーですね。まあ、テリー相手だとちょっとね、ベリアルをもう初手でキーパーぐらいでいいと思うんだけど、まあ引けないんでしゃあないかな、これは。さあ、テンションアップで終わってくれれば非常に嬉しいんですが、ダメみたい。さあ、行こうか。いや、これはテンションアップで。やってやるぜ。テンションアップボンバット癒しの波動で、よくないか。お化けのキャンドルちょっと強いな、それ。ん。どうした。さあ、どうするかな。いや、指導、ベリアルが欲しいね。ボーンバシット出したところで取られちゃうんだよな、正直。いや、まあ、ボーンバット癒しの波動かな、これは。うん、癒しの波動。俺のターンだ。さあ、3ターン目の動き。どうしていく。テンションアップ、買おう買おう。ボーンバット無視ですね。うわ、それでターン終了。それでターン終了か。
ガチャコ別に出す必要ないと思うんですよね。次のターンでエンションアップとあれで取られちゃうので、イエローシックル出して、パーソナーで開けていたずらモグラを、ボーンバットでお化けのキャンドル取って、いやそれだと意味ないな、それだと意味ないな。いやまあど、どうなんだこれ。パーソナーイエローシックルで、いやむずいな。まあガチャコッコ出すか。ガチャコッコ、いやむずいな。やってやるぜ。まあ、イエローシックル出す意味もないんでね、特に相手の盤面にユニットがなければ。さあどうプレイしていくか。イーブルフライがいるんですが、そんなに今は使えないな。このガチャコッコが残るってことは多分ないと思うので、うん、さあ相手も悩んでいきますね。ベリアル引ければ非常に、これ顔飛んでほしいな。ありがてえ、これクソありがてえ、マジで。ボーンバット残ったのがマジででかい。ありがとうございます。俺のターンだ。まあイエローシックル出すか。イエローシックル出してイーブルフライ見て、テンションアップでっていう感じでいきましょうかね。はい、このイエローシックルにイーブルフライをかけて、まあ、盤面取る動きで、まあ、盤面制圧しつつ、まあ、バロンナイトにつなげれたらなっていう感じですかね。さあ5ターン目の動き、山賊ウルフ、はまあそこだよな。さまあイーブルフライで取るのは変わらんかな、これは。さあ行こうか。いやまあアクロなんで、もうザッキ打っちゃってもいいと思うんだけど、アトラスとかがね出てきた時にちょっと返しづらいっていうのがあるんですよね。かといってはぐれメタルパワースナイプで、まあ、わざわざ2枚切ってまでイエローシックルを守りたいかって言われると別にそういうことはない。はい、これでこう取ってあげましょう。でテンションアップしてターン終了と。まあイーブルフライにですねバロンナイトがかけれるだけで結構強いので、4号ね、4号スタッツ、まあマミーみたいなスタッツになるのは非常に強いので、まあ残ってくれればでかいかなと。さあマミーで動きを封じていく。そしてターン終了と。題名持ってるよ どうするかな。マミー超うぜ。マミー超うぜ、マジで。テンションアップ、バロンナイトは諦め、これねもうザキ打っちゃいましょう。ザキまあテンポミッドレンジなんで、ね、盤面残ってくれる方がありがたい。雷鳴でイーブルフライ殴ってくるならそれはそれで構わない。さあ7ターン目の動き、おいうぜえなマジでそれ。クソほどうぜえ。マミー超強えな。ただ次の環境マミーが入るかって言われたらどうなんでしょうね。まあ優秀は優秀でしょうけど、雲の大役がいるからね、やっぱり5号の時代になっていくと思うのでどうなんでしょうか。これねもうバロンナイト行っちゃっていいね。雷鳴の剣プラス、イカズチで、8の運悪くければ11の、15、まあ、リーサロはないと思うんですが、ただまあマミーは突破しておきたいよな。いやこれバロンナイトでいいな、バロンナイト、はい、俺のターン、あなたのターン。
さあ8ターン目の動き、もうそろそろ雷鳴1枚ぐらい握っててもおかしくない、そんな時間ですね。バロンナイトで相手の盤面吸ってくれればめちゃくちゃ美味しいんやけどな。ないかな。それか雷鳴プラス雷鳴でバロンナイトを突破してくる。よい、違う、うなれ地獄の雷鳴よ。地獄か、ミッドレンジなの。え、しかも顔顔、なぜ、うわ、顔行く理由を教えてくれ。さあ行こうか。竹林強いね。竹林は強いが、そうですね、バロンナイトパワースナイプでいっか。バロンナイト癒しの波動パワースナイプで、これでまあ盤面綺麗になるんじゃないかな。バロンナイトで3点回復挟んで、癒しの波動5でしょ。うん、でこれで上から叩いて、パワースナイプを打ってテンションアップでターン。見せてやるぜ。さあ9ターン目の動き、これゾーマ飛んできてもこ可能性はあるぞ。山賊ウルフ、そしてギガンテスギガンテス、俺のターンだギガンテスか。ほう、なるほど、面白いカード入れてますね。ただこれはね、もう確実に処理します。いや待てよ、6の12のあと10点でしょ。まあリーサルはもちろんないので、タンバリンがあれば別でしたけどね。リーサルはないので、指導はないですね。指導はもちろんない。ただバロンナイトに天使の守りをつけちゃうと、まあいっか。いや、それが強いな。はい、天使の守り、天使の守りで、まあ HP 高い方を、高く保っておきましょう。はい、ギガンテス突破、もちろん突破で竹林をバロンナイトにかけてあげます。はい、これで竹林も強化されるし、時間も少なくなってきたし、壁が非常に高い、そして、しっかりウォールも張っていくと、これは強力な盤面じゃないでしょうかこれどうですかこれどうですか。いや、バロンナイトマジでさ、可能性の塊というか、まあ、強いのは誰でも知ってると思うんだけど、ただね、ちょっと指導で返したときこいつがやられちゃうのがきついな。さあメラゴースト、泣きのメラゴースト、雷鳴持ってねえな。いや、わかんねえけど、なんだろうなあれ。あと1枚、何それなんでそんな出し惜しみしてんの。いや、なんだよ行こうか。何なんだそのカード、教えてくれ教えてくれ。テンションアップ、まあ自己スパーク飛んでこないんでね、間違いなく。リーサルないや、ないないでしょ。3の8 16点、ナイス。はい、ファイト、これはね返せないよ、どうあがいても。君だとね、見せてやるぜ。自己スパーも切ったし、テンションも溜まってないんで、これはもう勝ちですね。はい、ギガブレイク、
ギガブレイク。ごっそーっと抜かれていく。そしてなんで出し惜しみしとったの。はい、勝ちですね。はい、いやまあベリアルが来なかったけど強いやつ勝てましたね。はい、勝ちです。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、ガチバロンということでバロンククール使ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。いや非常にですね、まあ初戦のピサロ戦は、まあ、白熱したね試合が、まあ、お届けできたのかなと。でまあ2試合目はまあミッドレンジなのかな、あれは。うん、ブレイクも入ったし、まあアグロにもブレイクが入ってるか最近は。ただまあ山賊ウルフとか入ってるしね、うん、よくわからんデッキだったんですけども、まあミッドレンジテリーだとしてもまあ結構ね勝てましたね、簡単に。はいはい、それではですね、よろしければこちら使ってみてください。はい、よろしければね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。チャンネル登録は画面右上の僕のアイコンから、その他もろもろ動画出してますんでね、よろしければぜひご覧ください。 Twitter の方概要欄に URL 貼ってるんでね、よろしければフォローの方お願いいたします。それでは良きドラクエライフを。バイバイ。